ここでナイトロックスのタンクを借ります。まずナイトロックスをここで選びます。こちらが12リッターのナイトロックス、右手にあるのが小さい10リッターのナイトロックスです。そしてナイトロックスなんですが借りましたらここに番号を書きます。タンク番号を書いたらこちらでもアナライザーで測定します。例えばこちらです。このタンクは42番です。そしてこれを接続します。間違えました、47番ですね。そしたら次に、はい、あれは違う、間違えた。 No, no, just a moment. You test. そう、47番をやります。そしたらこれを開けます。開けます。調子悪い。だいたい 32% です。ちょっと今 OK。 で、これでナイトロックスの酸素がちょっと失敗で通常 32% です。そうしたらチャージされてるか測ります。だいたい200ちょっとなんで、あれ、ベリーハード。まあ200確認します。そうしたらタンクナンバー47、日付を書きます。で、29だけど、で、まあ、K って書きます。で、部屋番を書きます。で、サインです。これはなしです。今日は練習です。まあ、こんな感じです。Thank you! これ、スタッフの…パッと、こいつ…フッダー?フッダー。ああ、市場にお世話になって、あの洗い場の水を何回もいっぱい入れて怒られました。ああ、サンキュー。ウェルカム。ああ、Don't forget water charge. Yeah! Sorry, sorry, sorry. Close, close, close. Thank you.